新たな聖戦の火蓋は切って落とされた。ライブラのゴールドセイント老子の助けにより基地を脱したムーンはサナたちの後を追って吐く。それを見送り睨み合いを続ける老子とし、実力の拮抗する2人が戦えば互いに消滅するか。ワンサウザンドウォー、2人は一歩も動けず互いに牽制し合うことしかでき、主のいなくなった白妖宮、人魚宮に足を踏み入れたムーは壮絶な死に様のアルデバランを発見して、ショアルデバランの命を奪ったスペクター、治安性ディープのニオベによってムーもまた窮地に。アルデバランが死に際に放ったグレートホーンはすでにニオベの五体を破壊して命を落としてスペクターを退けたアルデバランの魂に、ムーは改めてアテナを守りと。一方その頃、いち早く金融宮を抜けていたサガたち3人は第3の宮ソイ、かつての主サガが姿を消して以来長らく無人となっていたはず。そこで3人は予想もしなかったセイントに行く手を阻まれることになる。サガ、お前たちは先に行ってくれ。ここは私が始末をつける。まさかあの男が生きていたと、そして再びこのサガの前に立ちふさがるとはな。あの男とは、本来あなたのものであるジェミニのゴールドクロスをまとったあの男、知っているというのか、サガ。あの男は昔このサガに悪への誘惑をささやき続けた男へ。さあ早く、あの男はこのサガに任せて、二人は先へ行け。よし、わかった。もともとこの掃除球はあなたが預かっていた球だ。少しばかりゆっくりするのも悪くはない。先に行ってるぞ、サガ。13年前、人間の力では決して出ることは不可能なスニオン岬の岩廊からお前は行方知れずになった。神の罰を受けとっくに死んだかと思っていたが、神の罰を受けたのはお前の方ではないのか、サン。何？アテナを殺し、サンクチュアリを乗っ取るという大それた野望に敗れたお前は天罰を受け、自ら死を選ぶに至ったはず。それが今またこうしてハーデスの巣窟となり、スペクターの先陣に立ってアテナのお命を狙いにやってくる。サガ、やはりお前という男は真の悪そのものだったのだ。黙れ！その悪をこの私に植え付けたのはどこのどいつだ。しかもお前はかつてこのサガを、アテナを死ぬほど憎み続けていた男のはず。そのお前がなぜジェミニのゴールドクロスをまとい、この掃除球を守っている。一体誰の許しを得たのだ。マスクを取って答えよ、我が弟カノン。もちろんアテナのお許しを得たのだ。バカな、アテナが悪行の限りを尽くしたお前など今さら許すと思うか。最後に罪深いこのカノンをアテナはお許しくだされた。これからはアテナのため、正義のため戦い抜くのみ。邪悪の輩はこの掃除球から先は一歩も通さぬから、覚悟しろ、サガイ。一歩も通さんと言っても、すでにカミューもシュラもやすやすと通り過ぎていったではないか。愚か者め。どうかな。何？この掃除機、
かつては守る人間の力によって迷宮と化すこともあったはず。なんだと、まさかお前。そうだ、カーミュも知らん。もはやこの掃除球から抜け出すことはできんのだ。今頃はこのカノンが作り上げたジュミニの迷宮に迷い込み、果てしなくさまよい続けているはずだ。なるほど、お前が必死にここを守ろうとしていることはよくわかった。だが今さらお前がジェミニのセイントとしてアテナに忠誠を尽くすなどと笑止千万。お前の心は悪一色に染まっていて、決して拭うことなどできはしない。それは私が一番よく知っていることだ。お前の薄っぺらな忠誠心などこのサガが引っ張らしてくれる。お前を倒せば迷宮も消える。まさに一石二鳥ということだ。薄っぺらの忠誠心かどうかはお前の身をもって教えてくれる。行くぞカノン。サガイ、やはりお前という男は真の悪そのものだったのだ。バカめ、そんなまやかしがこの佐賀に通用するか。レディーハン。まだわからない。これはこれだけ、これだけ。死んでいるのだ。私たちと同じよう。そしてその魂だけが何かの力を受けて復活したのだ。いや違う、やはりカノンはもともと死んではいなかったのだ。そうだ、カノンはこの掃除球に迷宮を作り出したと言っていた。ということは、私たちが今見たものは全てイリュージョン。分かったぞ、今カノンがどこにいるのか。己カノン、どこまでもこのサガの真似をしでかすつもりか。だがそんな真似事などこのサガの前ではいつまでも通用せん。お前がどこにいようとも必ずや一撃をくれてやるぞ。掃除球を抜けた。カミューよ、今のは一体何だったのだ。まるで同じところをぐるぐると走り回っているようで、いつまで経ってもこの掃除球から抜け出せなかったが。確かにかつて噂に聞いたことのある
ジェミニの迷宮に迷い込んだようだったな。しかしその幻影が消え失せて、こうして掃除宮の外へ出られたということは。サガ、片付けたのか、この掃除宮を守っていた謎の男を。いや、単に一撃を加えてこの状況をかわしただけだ。あいつが、あの男と私に代わってこの掃除機を守ろうとしてくれた。まさか、まさか夢にも思わなかった。だが、お前が本当にアキラの子を捨て去り、純粋に正義に目覚めたかどうか、真に問われるのはこれからだ。それは全てお前の行動で示してもらうぞ。カナカナ、無人の宮である巨階級から立ち上るこのコスモは一体何なのだ。いや、コスモというよりまるで四季。そうだ、まるでここが冥界の入り口のような感じを受けると。まさか、何、あれはヨモツヒラサか。巨階級の中はまさしく死の国への入り口、ヨモツヒラサかに変わっていると。俺たちに死の国へ舞い戻れというのか。バカな、誰かが作り上げた幻影に決まっている。確かに、しかしここまでのイリュージョンも作り出せる男とは一体何者が作り出したかは知らんが、このヨモツヒラサカ、死の国から来た我々に見せるとは、切羽詰まったとはいえ少子なこと。クロエギャラクシアンエクスプロージョン。やった、ヨモツヒラサカの幻影が消し飛んだぞ。サガ、行くぞ。どうなっているんだ。もう数十時間もこの巨階級の中を走っている気がするが。確かに、だがそれでいてまだ数分しか経っていないような気もするのだ。どちらにしろ、いつまで経っても出口がないとは、これはまた何者かの幻影に落ちた。それも掃除宮の迷路とは全く異質の。そう、まるで神の気まぐれに翻弄でもされているようなこのコスモ。わかったぞ、その男の正体が。ここまでの真似ができる男はサンクチュアリでもただ一人、ただ一人、あの男以外いない。それは最も神に近い男、バルゴの釈迦。バルゴの釈迦、あの男が処女宮からこの幻影を作り出して俺たちを翻弄していたというのか。おそらく。神よ、シュラ、サガよ、ハーデスの総区になり下がったとはいえ、かつては共に正義を守ろうとしたアテナのセイント。それゆえにできればとどめるだけにしたかったが、結局は賊として撃つ以外ないようだな。オーム
階級に落ちた攻撃的なコスモ。一瞬にしてサガたちのコスモは消えた。まさかサガたちは、あの世へ逆戻りしたのかもしれんの。釈迦の引導によって。そんなバカな。しかし、このままでは全てが水の泡に。どこへ行くシオン。わしがいる限りお前はこの場を動くことはできん。ならばどうこ、先にお前を殺すしかあるまい。かつての友、それゆえ後にしようと思っていたが、遅かれ早かれ撃たねばならんのだからな。行くぞ、どうこ。フルカシオン。お待ちください、ロシ。その者の相手は私にお任せ。お前は死に、ロシ、遅ればせながらただいま到着いたしました。どうかその者の相手はこの死竜に。春霊に二度とご老法を動くことのないように言い置いたはず。不自由な目をしてなぜ動いたのじゃ。なぜとは。ロシ、それはこちらからお聞きしたいことです。サンクチュアリがこのような危機の時に、なぜ私たちブロンズをのけ者になさるのですか。すべてはアテナのご意志だ。ロシ。聞け、シリュウよ。お前たちはもはや十分に戦ってくれた。せめて、これから安らかに生きてほしいと願うアテナのお心がわからんのか。わかりません。今さら安らかに生きろなどと。しかも老子さえ戦いに立たれたこのような時に、なぜ。死んでほしくないのじゃ、お前たちに。わかりません。この試合、未だ未熟者ゆえ。どうこよ。ちょうど良い道連れができたようだな。して仲良く葬ってくれるぞ。何を。下がっていろ、シリュ。これはシオンとわしの戦いじゃ。何人たりとも手を出すことはならん。行くぞシオン。来い、どうこ。おわ。はあ。なんという凄まじいコスモのぶつかり合いなんだ。中間でぶつかり合い、くすぶっているのを感じる。ロースとシオンの力は全くの互角だというのか。どうこよ、勝負は決まったな。なん。私もお前と戦えばワンサウザンドウォーズに陥ることは必至と考えていた。どうこよ、243年という時の流れが二人の優劣を分けたようだ。なんじゃと。どうこ、お前は108の魔性を封じ込めたアテナの封印を見守り続けた。いかん、老子が完全に押されている。これではやられる。どうこ、
老いぼれのお前にはもはや勝ち目などないのだ。うわあ！老師、しっかりしてください。老師、雑魚はどいてろ。心配せずともお前もすぐに葬ってやるわ。この銅子の首を落としてからな。待て！むざむざと老子の首を取らせはしないぞ。目が不自由な上にそんな傷だらけのクロスをまとって一体何をする気だ？もちろん戦うのだ。正義のために。まずお前から始末してやるか。ロースと互角の相手、勝てるのか。たかが雑魚といえどこれ以上ちょろつかれるのも目障りだ。レディーハはここだ。Yeah.
タイムアップ。You win。 ロザンの大爆風は全てを吹き飛ばす。たかが雑魚といえども、これ以上ちょろつかれるのも目障りだ。お前から先に葬ってやるか。待て、死流よ、手出しはならんと何度言ったら分かるのじゃ。しかし老師、私はセイントです。地上の正義と平和のために戦うアテナのセイントです。死流、私は多くの同志が戦っているのを見ぬふりをして生きていくことなど死んでもできません。この死竜は。分かった、死竜、アテナにはわしからお詫びしておこう。老師、一緒に死ぬか、死竜よ。老師。どうこよ、かわいいマナ弟子との別れは済んだか。ならば今度こそ師弟仲良く視界へ送ってくれるぞ。慌てるでない死竜よ。シオン、お前にはわしは撃てん。何、危うく首の皮がつながっているくせに何をほざくか。くらえ、とどめのスターダストレボリューションを。守ってくれたのか。だが悲しいかな、お前にとってそのライブラのクロスはもはや無用。追いさらばえた身にそのクロスをまとうことはで、逆にクロスに振り回されるのがオチだ。さあ今度こそとどめだ。もはや何者もお前の死を妨げることは。死ね。なんだ、今にも死にそうなはずの瞳子の体から立ち上るこの子。しかもこれは今までのような追い果てたものではな、これは死を。いや、わしがなぜ243年間も五老法の大滝の前に座したま。それはハーデス軍の監視だけが目的ではなかった。なんだと。そうよ、なぜライブラのクロスがここに飛んできたのか。それら全ての答えを今見せてやるぞ、シオン。何、なんだか、どこの皮膚がひび割れ、まるでそのような脱皮でもするかのように剥がれ落ちている。バカな、老いた皮膚が全て剥がれ落ちて、その下から現れた、この紛れもなく、243年前の若々しい18、どこだ。そうだ、シオン、わしはアテナより偉大なる神の力、ミソペサメロスを施されている。ミソペサメロス、あの神々の歌詞の方と言われるミソペサメロスか。そうだ、243年前ハーデスとの凄まじい聖戦、生き残ったわしとお前はまた来たるべき聖戦に備えてアテナより使命を授かる。シオン、お前は教皇としてサンクチュアリを守り、
わしは108のハーデス軍の魔性を封じ込めた塔を監視するという役目だが、今言ったようにアテナよりミソペサメノスを施されたわしのその日から1年に10万回しか動くことはなかった。バカな、10万回とは人間の1日の平均。それではそうだ、243年という歳月はわしの肉とわずか243日間でしかなかったということなのだ。恐るべきはアテナ。まさかどうかにそのような瑕疵の法を施していよう。死ぬよ。はい。いつまでも何をしている。アテナにはわしからお詫びをすると言ったはず。早々にムーの後を追い敵を蹴散らせ。はい。よいか、シリュウ。そいつらスペクターを一人も生きて返すな。アテナを死んでも守り抜くのだぞ。はい、ロシ。動くな、小僧。もはや動けんのはお前の方だ、シオン。行け、シリュウ。はい。シリュウよ。そうだ、よいか。お前は決して死ぬんじゃないぞ。どうこ、243年ぶりにライブラのクロス装着。さあシオン、これで全て対等だ。243年前と同じ。いいだろう。その方がかえってこちらも心置きなく殺せるという。だが本当にこのシオンと力まで対等になったのか試してやる。くらえ、どうこ。バカめ、自ら消滅を望むか。シオン、どうあってもお前は倒さねばならん。くらえ、どうこう。レディー、ファ
のシオンには通用せん。正直クリスタルウォール。ロシとシオンのコスモが消えた。